かわいい。よいしょバラありがとう。年明け配信ぶり本当にね、もう今日年変わった時ぶりか。サミー、開けましておめでとうございます。開けおめ。ちゃんと寝たい。いやめっちゃ寝たんよめちゃめちゃ寝たんよ。逆に寝てなかったすごくない？この時間まで起きてるんだよ。何？おみくじありがとう。おみくじさ、え、おみくじそれあれ大吉みたいな出る出るかな。おみくじしに行きたいな。おみくじ言ってない。惜しいって出たありがとう。あれおみくじこれいっぱい種類あるってこと？あけおめありがとう。今年はななみちゃんに会えますように。いいね、会おうね。今日おみくじ引いた吉、うん、まあそんなの大吉だよ。一周回って大吉だ。本日2回目。あーなになに、めっちゃ出た。タコ吉、タワー吉やばー、なにそれ。え、これ大吉なんかいっちゃいいやつ。なにこれいっちゃいいやつ。なんなの、なんか一気に10個来て見えんかったなにそれ、いいな、いいな。ショールーム遊び心があって良いぞ。三吉さんないかな、三吉ないかな。見る人で違うみたい。あ、そうなんだ。7の画面はで7の画面をみんなに伝えるね。ちょ待って、健康運、健康運でした。ありがとう。おみくじいいね。7じゃあ今年健康だってうん、何健康運20丸しかも熊吉タワー吉んラブだって。そんなのあるんだ。ウッシッシやめて、ナナのウッシッシ真似するの。だるま吉、何やだるま吉もあるんだ。うわーやば。え、これ一番いいの何なの、これおみくじ知らないか。ウッシッシはね、ナナがブログの一番最後に書いとったやつなんだけど、アヤが真似してくるんですよ。岡本さん岡本さん、ツイッターなんか通知来たと思ったらリツイートしてくれてますね、岡本さん。ウッシッシをリツイートしとこうなのも。じゃあ一番いいやつ七吉出るかな。出たらいいんだけど七もリツイートしました。相互リツイートですね。いいね。あー、ちょっと一瞬戻したい時を見てなかった。でもなんか長かった。健康運かな、ありがとう。うん、すまんなくまちゃんのタコ揚げありがとう。悩ん悩んだよ。くまちゃんのタコ糸ありがとう。遊びに来たよさっきから遊びに来てくれてますけど、今古畑さん配信してるらしいで。とーといありがとうございます。とーといナイアンとの匂わせ、あれ匂わせだったの、実は匂わせだったか。あ、手が多分あれか、あれだ、ショールーム新しくなったような。悩みてるよ、ありがとうありがとうございます。
ナナを優先していただいて、じゃあナナも見に行きますね、岡本さんの配信後で。タコ糸ありがとう。タコ糸じゃない、クマのタコ揚げありがとう。あれ手形じゃ、定型文か、定型文だ定型文、しししししししみんなナーヤンが好きなんだよ。そうだよね。かあれ今気づいたけど、ショールームめっちゃなんかあれじゃね、何豪華じゃねショールームめっちゃ豪華なんだけど、背景今日な、今日もうラスボス倒したんですよ。倒し終わった後だから化粧そんなしてないけど、どうです、めっちゃ薄いよね今日。牛、牛し早くね、偉くね。あと前髪切った、昨日から。昨日前髪が、昨日か、前ショールーム配信した時ね、薄すぎて。あきおめありがとう。そう、薄すぎて前、違う、薄いじゃない、なんかね長すぎて切ったんですけど、かわいい、ありがとう。そう、なんかいい感じ、いい感じではないけど、昨日よりマシになって嬉しい。タコありがとう。年のカード12月のご褒美カード、いいね、いいね、これでいつでも寝れるね。ね、あとお化粧落として歯も磨いたらすぐ寝れます。ちょっと夜ご飯食べてないけど、うん、いやでもめっちゃナチュラルじゃない今日全然。え、めっちゃナチュラルじゃない、その違い分かんないか、ショールームって。違い分かんないか、違いが分かんなそう。みんな7にしてはめちゃめちゃナチュラルなので、まあナチュラルなあやんで拡散していた。あ、めっちゃ可愛いです、ありがとうございます。めっちゃ可愛いですありがとうございます。ナイの自撮り最近モバメ送ってないわ今日、危な。あれにしたです、さっき下書きにして、お風呂上がり、そうショールーム前に送ろうと思ったの忘れてた、危な。みんな気づいたよ、ありがとな。じゃあ今ショールームしてますもつけたしとこうかな。からどのぐらいでバレちゃうね。うん、お腹すいた、お腹すいた。ヤンキー演出引っかからなさそう。まあ、基本短いしね、基本短いし、なんかお腹すいたぐらいしか言ってないから。来年は毎日ジョゾエン食べてもらいたい、そんなの幸せすぎるな。それちょっと目薬をさします。痛い、安定のピピピポーション。マジこの
このね目薬が本当に良い、良すぎる、めっちゃいい。ジョジョインのために頑張って。いただきます。それは嬉しいな。あ、会社で使ってる？これめっちゃ良くない？目潤うし、コンタクトしてる時とかこれしたらちゃんとなんか潤ってくれるし、目の痛いのも治るし、そう、超お高い目薬ですね。めっちゃおすすめ。今まで目薬10種類ぐらい使ってきたけど、これとこれがおすすめで、でまあちょっと高いよって人はね、なんか V なんか ロートみたいなやつ使えばいいと思います。ポーションありがとう。これマジでね、もう多分4-5本ぐらい買ってる。1ヶ月に1本なくなるからさ、もう今すぐ手元にあるんだけど、こっちからだけどっていうのはね、めっちゃあるんやな多分。顔めっちゃタイプです、かわいい、ありがとう。めっちゃ使う、毎日もうほんとめっちゃ刺すから。そう、あ、同じの使ってる、ほんとにこれいいよね。そう、そんなに使うんですよ、ほんとにめちゃめちゃ刺すんですよね。ないと生きていけないぐらい。ポーションみたいな、そう、ポーションって呼んでる。だからそれ買った、嘘、いいよね。どう、よくない、いいよねって、なんかもういいよねって言わせに来てるよね。明けましておめでとう、明けおめ、明けましておめでとうございます、明けおめ。眠い。そう、お高いから聞く気がする。それはね、騙されてると値段に。まあ本当にいいけどね。その花屋がうるうるキュンキュンうるうるキュンキュンってパワーワードすぎ、なんかめっちゃ面白いんだけど、うるうるキュンキュンだって。こんばんは、こんばんは、こんばんは。寝落ち配信はしません。なの、電話とかで寝落ちしたことないの。結構夜にあーやとかと電話することあるんだけど、絶対ねしたことない、寝落ちは。うるうるキュンキュンうるうるキュンキュン超面白い。サミー最近さ、あー、ミラボーありがとう、ミラポーありがとう、ミラポー。最近寒すぎてさ、家の中スリッパは履いてるんだけど、いつも靴下履いてなくて、そう、でも寒すぎて最近靴下なんかモフモフのやつ履くようにしてるんだけど、めっちゃあったかい。ウルキュンナヤンはウルキョンらしいっすよ。ゲームしてて察しありがとうございますね。あの時スプラトゥーンやってて電話来てピッて切ってピッて切ってね、あのその試合終わって LINE 返そうと思ったら、ゲームですねって来てて冬用のスリッパな。スリッパね、オフィスレッスン上でも使ってるんだけど、かわいい。そう、両方、あのお家もレッスン上もあれプレゼントでいただいたやつを使っておりますありがとう、ほんとみんなにもらったもので生きてます、ありがてえ、ありがてえ。そう、
京麺。あ、察し、察しって察しおもろいよね。2021年、ほんと、もう2021年だよ。50カントありがとうね。はい、明けましておめでとう。明けおめ、星もね、投げてくれてるの見えてるからね、ありがとうね。こんばんは、こんばんは。ヒートテックは今来てますね。最近ずっと来てるヒートテック。お家の中でも来てます。明けましておめでとうございます。明けおめ、明けおめ。寒い。次にナエの誕生日だね。まあ、あと2ヶ月20ん2ヶ月と24日後か。ラブありがとう。あれ、おみくじのおみくじ、ラブが出ました。明けおめありがとう。明けおめ。雪かき、そんなの雪かきか。惜しい、ありがとう。あのおみくじ梅、それ何、梅の花、梅の花ありがとう。毎月24日誕生日なんですけど、そうそうそう、誕生日だけど本誕生日は2月の24日ということでね、みんな本誕生日に盛大にお祝いしてくださいお祝いしてねね、私は生誕祭とかなさそうだし悲しいね。去年だって誕生日当日だったからさ、ちゃんとツイッターで0時0分にツイートするんだぞ誕生日おめでとうって。あ、明日みっちゃんの誕生日なの。え、本当にみっちゃんの誕生日なの。ナンヤの写真とケーキ、いや、ナンヤの写真が書いてるケーキだな。一緒にしよう、それは。みっちゃん明日なんだ、おめでとうね、みっちゃん。こんばんは、こんばんは。なんかたまにあるやん、ケーキ屋さんでさ、イラストとか写真を書いてくれるみたいな、それにしてくださいね明けましておめでとう。明けおめ。タコのタコ、タコじゃない、なんだっけ、タコ揚げありがとう。どう、写真もそれは皆さんにお任せしますね。うん、マジかいやいやいや、まあまあまあ、あれだね、コンビニのケーキとかでもいいんで、なんだ当日ケーキ食べるから、きっと多分一緒に食べようね。初見です、どうも。なんやの写真入りケーキなんてもったいなくて食べれない。食べるんだよ。なんなのさ、友達でめっちゃ面白いのがさ、その友達の誕生日にそのお母さんがその友達の好きなキャラが描いてるケーキをわざわざ多分注文してね作ってて、そうそう、でその友達は自分の推しキャラだからめっちゃ喜んでたんだけど、どうしてもそのイラストが載った部分食べれなくて、そこだけ綺麗に切り取って、しかもねケーキって分厚いじゃん縦に、でそこも切ってんの、こうだから写真描いてる部分だけ超薄くて、なんか丸く切り取ってた、そこの人が友達。
めっちゃ面白くないと思って、その写真見たんだけどやばーと思って、なんかね気持ちはわかるんだけど、わかるんだけどなーと、そう、そこまでかーって。靴下なやに会いたいの、その顔文字かわいいのがピエンみたい、ピエン。まあ、皆さんはそれにならないようにちゃんとね、あの切っていただいて、うん、切っていただいて、いやなんならもうね、さすがに推しは躊躇するよ、多分、多分食べるけどね、最終的には。なのはその友達みたいに残しはしないけど、ちょっとでは躊躇する。うん、なんか周りから多分食べると思う。いいなぁ。で、ナナもさ、子供の頃さ、赤ちゃんの頃、赤ちゃんの頃じゃない、幼稚園の頃とかさ、アリエルとかのケーキな、そう、誕生日の時にね、用意してくれて、母とかが、そう、嬉しかったね。こんばんは、こんばんは、懐かしい。お腹すいたな。またなんか食べま、年前、いやみんな2021年だよね、みんな2021年だけど、今日みんなショールームやってんね、やば、みんなやってんじゃん。なんで、あれか、新年だから、明けおめだからか、初夢見てない、いや、見た、覚えてないけど、なんか見た、なんか見たわ。君に重力心配、チャララチャララチャチャチャラチャララララララ、僕らは、モバメ届いた、みんな来てくれるかな、一つになる君に、すごい、みんなめっちゃ長時間やってんじゃん今日、やばー、なんでなんで、あれか、新年だから、やっぱ今日見るのが初夢、じゃあ覚えとこう。めでたいからね、ね、もまま来た、ほんと、夜中も配信ね、昨日、ナナ、昨日、今日の朝あれなんだけど、そう、新明けおめってやったんだけど、お腹すいた、明けおめ、明けおめ、推しと同じシャンプー、なんだったっけな、なんかいつも使ってるやつがたまたまなんかそこに売ってなくて、そう、なんか良さそうだなって思ったやつ買ったんだけど、え、朝やってたの、やってた、朝っていうか、新年明けおめの時に、年が変わる瞬間にやってましたね。でもね、多分シャンプーなら、そろそろ美容院、次美容院行った時に美容院のやつ買おうと思ってて、そう、美容院のやつ、なんか前行った時にその匂いがね、めっちゃ大好きで、超良かったから、そう買おうと思って、
そう、美容院のシャープすごいよね。本当にすごいと思う。なんかめっちゃサラサラになるしね。匂いもめっちゃいいし。目薬タイム。暖房めっちゃつけてるからめっちゃ乾燥する。生まれ変わった美容室のシャンプーになるね。本当？なってね。ナナが使うので。うるうるキュンキュンタイム。これがうるうるキュンキュンタイムなんだ。ポーションありがとう。ポーションだ。めっちゃ乾燥しちゃう。モバメ来てきました。ありがとう。やった、いたね。モバメ来て、モバメ見て来てくれる人。キュンキュンです。キュンです。こんばんは、こんばんは。なんかすいた。まあちょっとね、2021年はなんだろうな、たくさんみんなの前に出たいと思います。みんなの前に出る、なんだろうな、まあお仕事とかもそうですけど、急な抱負。まあね、そう、公演とかもそうだけど、まあショールームいっぱいできたらいいなって思ってる。そう。なんや、今年からよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくね。ショールームとあともう場面にたくさんいっぱいお写真をちょっと送りたいなと思っています。うん、まあショールームとも場面の写真ですね。うん、をねたくさん送っていこうかなと。悩んちゃん、かわいい。悩んじゃん、握手したいねんね。握手会もね、早くできるようになったらいいけど、ちょっと毎日アイドルはちょっと厳しい。厳しい。ちょ、声ガラガラだな今日。毎日アイドルはちょっと厳しいけど、まあ、できたら、まあ、毎日アイドルと同じぐらいできたらなって思ってる。うん、うん、タコのタコ、タコ揚げありがとう。起きて最初に携帯見た。明けおめ。そうそうそう。まあそうですね、とりあえず1月はモバメ撮った方が良いなと思いますね。1月はねたくさん、じゃあ写真送るんで、まあ1月は写真撮って、モバメ撮っていただければなと。やっと言うとね、ちょっと、いや、でもね、モバメってね、そう、なんていうの、お金がかかっちゃうから、あんまちょっと、なんだから、撮って撮って撮ってとは言えないんだけど、まあちょっと気になればね、お試しとかでもいいんで、見てくださいね。お試し、ちょっと、お試しなら、なんだろう、今。怖いんだけど。じゃ、お試しでもね、変えた気がするんだよね。うん。SK のアーシャっていつ変わるの？まあ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 。まあ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 。確認します、ちょっと。あれだね。なんで、お試し、お試し。お試しで調べて出てくるかな。あったあった。あ、こと去年の5月に更新していますね。あめちゃめちゃバブーバブバブなやんちゃんになってるよ。バブバ写真がね、超バブバブなやんだね。これナナのモバメ撮ってくださってる方はこの体験メールって見れないの？
体験メールっていうか、こう一番最初に撮ったら届くやつじゃない？あ、見れる？めちゃめちゃなんかバブバブのやんなんだけど、光すごい、あとめちゃめちゃ子供なんだけど大丈夫そう？こんななんか若い時期あったんだね、ナナにも。あ、撮れる？そう、いや髪短くはないんだけどね。なんか若いね、髪は短くないな、同じぐらいかな。あ、1個前の体験メールがね、体験お試し、体験わかんないけどは髪短いな。体験か、1個前のはめっちゃ短い。すごい、これ悪い。毎日最低3件、最高10万件送るのでって書いてる、1個前のやつやばやば一番初期の体験メールやばいんだけど、やばー、こんな髪短かった、やばー、やばいんだけど、やば。しかも前髪あれだ、眉毛の上だ、髪の毛めっちゃ短い時だ、やばやば、全然違う、めっちゃ短い。最近さ、ショートにするか悩んでるんだけどさ、ちょっとこれ見たらちょっとできないかもしれない、こんなんなっちゃうんだ、やめとこっかなやめとこっかな、ちょっとショートにするの、じゃあやめとくわ。めっちゃね、いやこれもバブバブキュンだねこれもバブキュン、めちゃめちゃなんかね、幼い、めっちゃ幼い、もう子供だなって感じする。すごい。そろそろ変えたいね、写真も。あれは誕生日は、ああ誕生日メールは届いてない人がいると思うから更新しない、誕生日メールは。バブキュン、いやバブキュンだったね、めっちゃ子供だった。ナナってあんな子供だったんだね、今も全然まだ子供だと思うけど、SKE モバイルの写真って何？それはなんなら帰れないやつじゃない？ナナはメンバーのメール見てないですね、誰も。こんばんは、こんばんは。周年のたびにお披露目の写真アップ、そうなんだ。 SK モバイルか、ちょっと後で見てみよう。こんばんは、こんばんは。お腹すいた。あ、みんながアップしてるやつあれか。ナナのさ、なんかみんながアップしてるやつのさ写真見てたんだけど、あの9期2周年ありがとうみたいなツイートしてるのをみんな見てたんだけど、やっぱなんか髪伸びたなって思う、ナナ本当に髪伸びた。で、あん時あん時でまた違うね、バブバブって感じめっちゃ赤ちゃんじゃなと思った、赤ちゃんっぽい、本当にめっちゃ赤ちゃんだったくない？いやなんだね、初期のここなの
ココナのね赤ちゃんめっちゃ好きなんだよね。尊いありがとう。切ってないのよ結構ね、ちょくちょく切ってるんだけど、毛先揃いに行きには行ってるんだけど、そう、そろそろね行かないとなって思ってるんだけど、ちょっと今は行けないから、もうね毛先がね、もうまたねこの毛先を見出したら止まらないあれがね出ちゃうんだけど、あの枝毛を見るのが本当に好きで、見出したら本当に止まんないから、誰かに止めてもらわないと。いや可愛いんだよね枝毛、枝毛育ってそう。いやでもそんなにね最近めっちゃ綺麗なんだよね。うん、だからまた美容室行きたいと思います。まあ、そうだね、切りに行きたいな。目の声が好き、ありがとう。こんばんは、こんばんは。いや、なんだの声聞き取りにくくね、なんか結構あるんだよね多分。字幕なかったら多分聞き取れんくない字幕なかったら聞き取れないけど、多分成人式前、そう成人式公演があるからね、その公演の前に行ければいいけど、成人式公演楽しみにしててね。あれ振袖着るんかな、公演だけどさすがに着ないよね、振袖でやんないよね。ちょっとまだ何も知らんのですけど、振袖着るのかな、最後とかに着るんかな、着る予定なんで知っとんねん絶対知らんやろ。1000回当たりました、ほんと楽しみにしてます、しててね、やったね。それね全然決めてないや、決めてない多分黄色のやつ着るね、怖いんだけど。中の人いる、もしかして衣装さんの。尊いありがとう。子供の頃の写真あるかな、この iPhone には入ってない。実家帰ったら写真ではあると思うけど、なんていうの、実物の写真ではありそうだけど、何色がいいのはさあ何色でしょうか、楽しみにしてて。うん、黒とか白、あ白な、可愛いよな。みっちゃんとかだったら黄色とか似合いそうだけど、ね、青みはやっぱ青かな。ピンクもね可愛いと思う、カイニャンとかそう着そうだし。お腹空いた。今日みんな夜ご飯は何食べたんですか？そう今年成人マジで休憩多い、半分休憩。おせちの残り、おせちか、おせちあんま食べないのなの。すき焼きいいな、すき焼き食べたいな。キャベツいいね。おせちか、おせちは
伊達巻きが好き。あんま食べる機会ないけど、おせち。しゃぶしゃぶいいな、おでん良いな。エビシューマイあり、食べたい。シューマイとかだってこっち来て食べてないもんね、ナナ。チャーハン、チャーハンか。チャーハンはこっち来て一回食べて、こんなやっぱ美味しいんだと思ったね。カニ鍋、カニ鍋、カニ食べたい、カニ食べたい。ラーメン、ラーメンありだな。醤油がいい。うどん、うどんいいな。しゃぶしゃぶみんな結構いいの食べてんね。カニ食べたい、カニ、カニ、カニが食べたいんですよ。てかさ、カニ買いたいんだけど、カニ買いたいのが観賞用で、カニ欲しい。超でかい、超でかいんですよ。なくていいな、ちっちゃいやつじゃなくて普通ぐらいのサイズのカニ買いたい。可愛くね。明けましておめでとう。明けおめ、悩む。明けおめ、明けおめ。観賞用兼非常食、食べないよ、ペットだもん。カニ食べました、いいな。いいな。ナナもカニをいつか食べに行きたいと思います。いつかいつかね、カニ食べに行きたいと思います。タワーのクマ、嘘、来てる。あれか、ギフトにあるってことか。甲殻類、甲殻類姉妹、どういうこと。あれ、おせちで好きな料理、伊達巻きと、おせちあんま食べないんだよね、黒豆みたいなやつ。そう、なんかおせちか、おせちあんま食べないな。すごいよね、おせち作れる人、絶対作れないもん。なんかだってめっちゃむずいしさ、なんか一品一品が多いし、むずそうだし。水族館行きたい、水族館行きたいな。シャチ、シャチみたい。どーだい、ありがとう。どーだい、トゥルトゥトゥルルトゥルトゥ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 。やば、みんなショールームやってんじゃん。お腹すいたな。1時間経ったら教えてください。何分から始めた？20時37分だから37分に終わればいいか。いやでも1時間じゃ足りねえ、足りないだろう、もっといけるだろう。おー、尊い、ありがとう、尊い。うん、おー、いっぱいありがとう。あのたこ揚げ、ドゥルル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 ル。お腹すいた、お腹すいた。いいね、いいね、ありがとう。悩んの空腹次第、いやそれは全然ある。なんなら今超限界。まあとりあえず37分になった、みんな教えてくれや。今日もご飯まだ、そう、ご飯まだなんですよ。お風呂とかはもう全部終わってるけど、
ご飯だけまだなんだよ。あと2時間38分。今日じゃあ3時間も配信するの？やばくね？3時間配信は暑いな。炭酸水飲んだ。炭酸水飲めないんですよね。別に炭酸嫌いじゃないけど、炭酸水はね飲めないんだよ。なんかダメなんだよね。RPG のハートありがとう。いや、ラスボスクリアしてんのでかくねえ。7褒めてほしいんだが、この時間にもうラスボスを。あ、共鳴ありがとう。眠い。コーラはね苦手、あんま飲む機会ないかも。いやでもコーラじゃなくて、あとなんかあともう一個なんか苦手なやつあったんだよね。でも基本ジュースは好きです。基本好きです。ジュース大好きっ子だから。ななお菓子よりジュース派の人間だった子供の時から。ペプシか。そうペプシもね苦手だね。なんや炭酸飲まないイメージ。あれが好き、乳製品とかそっち系、ミルク系の方が好き。あれ美味しい。最近ハマってるのはセブンとか、まあ多分どこでも売ってるだろうけど、セブンとかで売ってるロイヤルミルクティーパックのやつめっちゃ好きなんだよ。なな普通のミルクティーじゃなくてね、ロイヤルミルクティーがめっちゃ好きなんだけど、それが本当に美味しいからみんな飲んでみて。バニラって美味しいよね。あれも好きなな。バニラって本当美味しい。あれもねまだたまに飲んでるね。ファンタのプレミアムグレープは飲みました。多分握手会の会場かどっかで置いてて。こんばんは、こんばんは。あとチョコレートのやつ、パックでもないしペットボトルでもないんだけど、だからプラスチックみたいなやつに入ってるんだけどさ、あれは美味しい。チョコ、ちょっと名前忘れたんだけど、チョコドリンクみたいなやつ。ロイヤルミルクティーとミルクティーは作り方がなんかね、ロイヤルミルクティーの方が多分ミルクベースだった気がする。違うかったごめんな違うかったらごめんな。こんばんは、こんばんは。おでん食べたい。うわ、おでん食べた。ちょっと皆さんおでん食べたいんですが、大丈夫そう？おでん食べたい。でもナナのお家はね、もうあれしかない、インスタントと冷凍しかないんだよ今。そう、しかも冷凍とかもさ、だいぶ前から買いだめしとったやつしかなくて。あ、正解合ってる。本当にそう、インスタントもでも本当に買いだめしといてよかったね昔から。そう、なんかカップラーメンとなんかうどんがめっちゃあるカップラーメンとうどんをリピートして、たまにドリアとかグラタン食べてる。グラタンか、あれグラタン食べてる。あとスープがね大量にあるんだよ、なんかなんなんち。そう、探したらなんかめっちゃ大量に出てきて、なんか無印のやつとか普通のなんか中華スープとか。そうだからお湯入れて食べてる。マジでうまっと思って。ね、無印の玉ねぎスープめっちゃ美味しい。本当に飲んでほしいめっちゃ美味しかった。よいしょ、寒い。
い。眠いし寒いし、もうナナちゃんは無理ですね。ナナちゃんは厳しいです。めっちゃ目が乾燥する。おでんは、おでんは大根と、大根とあれが好き。ゆで卵じゃない、だし巻き卵。玉ねぎ嫌いだけど、いやでもあのね、玉ねぎスープはなんか玉ねぎの感じしないよ。でもなんかコンソメ、コンソメと玉ねぎって感じで、もうでも玉ねぎちょっとさ入ってるからな。そう、スープじゃなくてなんか具材で玉ねぎ入ってるからあれだと思うけど。うん、うん、ありがとう。くまちゃんのたこ揚げ、ファイト、ありがとう。ファイト。あけおめ、ありあ、あけおめ。やだな、玉ねぎめちゃめちゃ食べれるんだよね。50分しないとダメな縛り？どういうこと？全然ないよ。なんだ、もう終わってほしいというのかね。ねえ、こんばんは、こんばんは。そっか、ナナが時間決めて終わるの珍しいよね。めっちゃ声ガラガラ。やば、え、そうだよね。いつもナナ急に切ってるからさ、こうやってなんか1時間ぴったしで終わるとか、30分になったら教えてとか言うの。めっちゃ久しぶりだもん。一生配信してくれて、死んじゃう死んじゃう。ナナちゃん、ご飯食べれないよ。初めて来てこんばんは。はじめまして、はじめまして。そうだもんね、いつもね、いつもさ、なんだ、急に始めて急に終わるからさ、やばいね。そう思ったらやばいね。かわいい、ありがとう。そっか、これからちゃんと終わる時間決めようね。ちょっと始める時間はちょっとどうしても決めれないけど、うん、厳しくて。始まる時間はね、やっぱりね、まあツイッターでお知らせするようにはするから、うん、それはちょっと許して。開始時間だけはね、どうしてもね、コメントしに行こう。うっしっし真似しないでくださいってコメントしに行きます。尊い、ありがとう。尊いだって。うん、星もいっぱいありがとうね。あーや、どこだ、消えちゃった。あーや、さっきまでいたのに。検索で若本あやかって調べます。うっしっし真似しないでくださいって送っちゃった。うっしっしはななちゃんのうっしっしだからね。あえの声聞こえん。あ、聞こえた、岡本さんだ。
あなたが可愛いと噂らしいよ、みんな。あや止まってる？止まってないよ、ナナのとこは。まあいいや、また後で LINE します、あやには。ナナもウッシッシにしようじゃね。岡本さんクルクルしてる。ちょっとあれはナナのウッシッシだからな。みんなね、あやのテロップもウッシッシになってるよって言ってね、言いに行ってね。ウッシッシ、ウッシッシってマジどういう意味なんだ。ナナはさ、あのウッシッシって笑ってる感じで言ってたんだけど、ウッシッシみたいな感じだけど、あえ多分牛だと思ってるんだよね。牛年じゃん、だからね、そっちだと思ってる。そう、てってんてるてるてってるん。眠い。牛年だもんね。トラ。ねえ、牛。ねえ、牛。トラ、ウー。タツ、ミー。なんだ、まだまだだね、じゃあ。牛し。牛し、牛し、牛し。岡本さん気づきました？うっしっし、見に行っちゃおう。おーおー、みんな配信しとるな。お、もう1時間か、終わるか。コラボ配信？コラボ配信？いいよ。ナナはいいよ。コラボ配信したらあれだよね、一旦落ちるからちょっと壇上読むね。13位、12位、11位、10位、9位、8位、7位、6位、5位、4位、ありがとうございます。そして3位、ありがとう。2位、ありがとうございます。そしてドゥルルルルルルルン、1位、ありがとう、ありがとうございます。はい、ということで配信お付き合いありがとうございます。多分この後あーやとコラボすると思うけど、コラボすると思うけど、はい。岡本さんどれ、バカバカバカ、コラボするんでしょ。ちょっとあの子強制終了させよう、カラオケ。ちょっと岡本さん見に行きたいと思います。お腹すいためう。ウッシッシがいる、流れちゃう。めっちゃ歌ってるけど若本さん。めちゃめちゃ歌ってますけど、びっくりするぐらい歌ってますけど、大丈夫そうですか。わかんない。まあコラボ配信やれるならやりたいと思います、岡本さんとね。あ、22時までしかできないんだ。じゃあちょっと厳しいね。
が歌ってる。22時までしかできないから、じゃあ今回は遠慮しときます。また明日か、明日は嘘だ、まあいつか、この後何も一緒に歌ってって厳しい厳しい。またじゃあこの後あーやがあーやに LINE して一緒にコラボ配信する日を決めたいと思います。まあ絶対いつかするから待ってて何や、ね、も歌ってくださいって何やも歌ってみたいな、何そのなんかね煽りみたいな、何やがコラボ無理だってってこれは誤解を与える。あやね、LINE を送りたいと思います。愛の手、愛の手面白い。めっちゃ歌ってるんだけど、おもろ。めっちゃ歌ってんだけど、まあ、めっちゃミラボだ、ライブだ。いいね、面白いね、あや、あや面白いねそうか、あやまだできないんだ。空にひとの気雲、誰の思いも。あやのコメントしないんですか。コメントしたよ、あやに。違う、 LINE 送ったんだ。みんなめっちゃ歌ってんじゃん。 SK フェスティバル公演って書いてない、何これ。よく分かんなかった。 AKB フェスティバル、キャノンティはなんだこれ。こう面白いね、みんなの配信見に行くの。ココちゃんとも近いうちに任せて任せて、まあ、みんなとコラボしちゃうから。よし、ということで本日もね終了したいと思います。じゃあね、みんな、またね、バイバイ。ちゃんと寝るんだよみんな。あきおねー、またねー、バイバーイ、バイバーイ、またね、またねバイバイ、ありがとう、バイバーイ、いい夢見てねー、じゃあね、うっし